山本周五郎作、サザンカ町。その仲間はいつも五人連れと決まっていた。こういう世界のことで身分の詮索はしない習わしであるが、おそらく三千石以上の家の息子たちに違いない。 時たま取り巻きを連れてきたりすると遊びぶりに育ちの差がはっきり見えるごくおっとりとした勤めよい座敷なのだが井村と呼ばれるその男だけは初めから酒癖が悪く名義や女中たちを手こずらすので嫌われていたその世は五人のほかに 初めての客が一人加わっていた。年は二十五、六であろう。抜きんでた人品で眉の凛とした唇の小さいはにかんだような目のどこかにまだ少年の面影の残った顔立ちであるが、時にびっくりすほど表情に意の現れるのが注意を引いた。彼は、 その仲間から「勇気」と呼ばれた。どこかで見たことのあるお顔だ。八重は客の間を取り持ちながらしきりに首をかしげた。幼顔の方だろうか、威厳の現れる方だろうか。どちらともはっきりしないが、確かにどこかであったことがある。 それもすぐに思い出せそうなのだが。井村はひどく荒れていた。なだめると帰っていけないので誰もかまわない。いつもならそのうちに酔いつぶれるのだが、その世はしつこく八重に絡んできた。おい八重お前嫌に鼻がツンとしてると思ったら。 感覚をやるんだってな。大層な形式だ。一体どういうつもりなんだか聞かしてもらおうじゃないか。ザニヒル女たちの目が自分の方へ集まるのを痛いほどはっきり感じながら、八重はできるだけサバサバと笑って受けた。 村さんん。にかかっては手も足も足出ませんお願いよ、もうこのくらいで勘にしてくださいましそいつはこっちで言うセリフだ芸妓のくせに漢学をやる歌を詠むおまけに絵を描くというんだからやりきれないどうせチンバの横跳びだろうがお前その手で今に 過労の奥へでも座ろうというつもりじゃないのかあら嬉しい。井村さん、もらってくださるのわだとはすはに言ってするより、椀の蓋を取って相手に刺した。この話題だけはすぐに打ち切らなければならない。そのためには酔いつぶすより他に手はないのである。片目のきよ。 はい受けてくださいまし。よし受けてやろう。だが魚に望みがあるぞ。継がれたのを3杯ぐっぐっと煽ったがさすがに状態がふらついて片手が畳へ滑った。顔色がさっきから青いところへ瞳の焦点が狂って僧帽がまるで変わってきた。 やじ、お前の三味線を持ってこい!」。はい。と立って、隅に置いてあったのを持ってきた。かりんざおのごくありふれた品であるが、七年前、彼女が十四の年の秋に、この料亭桃井の主婦、おもんが亡くなる時やえへ片見にくれていったものだ。 亡くなったおんも二十年近く愛用したそうだし、そんなに品にしては珍しく、音色が冴えているので、八重は自分の持ち物の中でも何より大切にしてきたのであった。はい。何を聞かせていただけますのこう言って、八重がその三味線を膝へ置くと、井村は、俺に貸せ。 と言いながら手を伸ばしてきた。避けようとしたが、イムラの手は早くも天神を掴んでいた。ああ、乱暴なさらないで。かわせばいいんだ。お貸ししますから、乱暴なさらないで。いい音を聞かせてやるんだ。文句を言うな。イムラは三味線を受け取ると、八重の差し出す罰を跳ねのけ、片膝を立てて座り直した。いいか このポンポコ三味線の一番いい音を聞かせてやる。みんなよく聞いていろよ。三味線をそこへ横にしたと思うといきなり足を上げて上から力任せに踏んだ。あっという隙もなかった。竿の折れる音と糸の空鳴りを聞きながら人々はちょっと息をのむ形で沈黙した。井村は 唇をゆがめて笑い、髪入れから小判を三枚出すと、真っ青になっている八重の前へ投げてよこした。とっておけ、もう少しはましなのが帰えるぞ。<laughs> そのとき、気と呼ばれるあの客が立ってきた。静かにこっちへ来ると、投げさされた金を集めて井村のたもとへ入れ、 片手で腕の付け根のところを掴んだ。少々やりすぎるな、井村。お前、悪酔いをしたんだろう。あっちへ行って、少し風に当たるがいい。俺が、連れて行って、やる。さあ、立って。よほど強く掴まれたのだろう。井村は低くうなり声を上げて、よろよろと立ち上がった。 勇気という客は片手でそれを抱えながら、すまなかったね、とささやくようにやえへ言い、そのまま廊下へ出て行った。八重は、はっと口の内で叫びそうになった。今こっちを見てささやいた声、廊下へ出て行った後ろ姿。あの方だ、あの方だった。 思い出したのであるその声とその後ろ姿からはっきり八重はその人を思い出したのである彼女は言いようのない周知のために踏み折られた三味線をそこに残したまま逃げるようにその座敷から滑り出ていった城下町の東にあたる松葉が丘に時光寺がある。 永平寺系の古い禅札であるがそれよりも境内にサザンカが多いので名高く季節にはそれを見に来る人のために茶店が出るくらいだった八重はごく幼い頃からその花を知っていた一番初めは5歳から7歳へかけてのことで 悲しさと恥ずかしさに今でも身のすくむ思い出である。担ぎや百やをしていた父に死なれ、八重を頭に三人の子を残された母が、どのようにして生計を立てていたかは覚えていない。ただ、自公寺に葬式があると、八重は妹を背負っておもらいに行った。 壮列の左右に並んで投げ銭を拾うのである。それから回送者の尻について菓子とかまんじゅうなどの背物をもらって帰るのだが、幼な心にもどんなにそれが恥ずかしかったか知れない。泣きむずかる背中の妹をあやしながら、背物の始まるまで境内で待っている。 我ながら、哀れなよるべない気持ちだった。ふと気がつくと、サザンカが咲いていた。まだ若木で、高さも五尺そこそこである。おそらく初咲きなのだろう。純白の花が一輪。あとは、ほころびかかったのと、つぼみと、合わせて七百つばかりしか数えられなかった。 そこは坑道の裏にあたる日陰だった。雪のように白い弱そうなしんとしたその花を眺めていると、不思議に胸が静まり、誰かに慰められているような気持ちになった。私はかわいそうな子。お前もかわいそうな花。 そんなでたらめな言葉が口に出て、しばらくは悲しさ、よるべなさを忘れていた。どうしてそんなに強い印象が残ったのだろう。それからは葬式のない日もよく自行辞へ行った。花の季節には雨の日にも行ったことを覚えている。八重が 実際になるまでの貧しい生活は、詳しく記すに耐えない。幾日も水のようなかゆをすつったことがある。母は料亭の下働きに出たり、怒工のようなこともしたらしい。腹を減らして泣く弟と妹を左右に抱きながら、しぐれ空の街角の暗くなるまで、母の帰りを待つときの悲しさ。 雨続きの日には小さな妹をおぶってわずかな銭を借りるために何軒かの家を回って歩いた彼女がうになった年の秋流行り病で弟と妹をいっぺんに取られ母が長患いの床に倒れたこれらの入費をどうして賄うことができよう 人が中に立って料亭桃井から幾泊かの金が渡され八重は桃井へ住み込んだ母親は二年病んで死んだが身の回りの寂しさは別として医者にも薬にもさして不自由はしなかったようだもちろんそれは皆八重にかかってきたのであるが そのことについては少しも負担は感じていない。一流の腕にさえなれば、そのくらいの借りを返すのはわけのないことだ。ただ、貧乏は怖いということだけは、骨身に染みていた。どんなことをしても、再び貧乏な暮らしだけはしたくない。それには、人に抜きんでなければならぬ。 人と同じことをしていたのでは末が知れている。子供心にも八重は固く心を決め、三味線や歌や踊りの稽古をするひまひまに、主婦のおんについて金文字を習い出した。年より長けて見える八重は、十三の春から客席に出た。桃井は格式のある家で、 客は身分のある武家が多い。どこか違うのであろう。八重は早くからその人たちに愛されたが、同じ理由で十二人いる抱え芸妓からは白い目で見られた。客席へ出るようになれば、外の使い走るはしなくともよいのであるが、八重は姉芸妓たちから暇もなく追いつかわれた。 字なんか書いてる暇があるんならちょっと降臨坊まで行ってきておくれこんなふうによく言われたそれをかばってくれたのが主婦のおもんであったおもんは字のほかにそろばんや針の持ちようも教えてくれた主婦が亡くなってからはあるの平助が目をかけてくれたが男のことで細かいところには気がつかず 八重にはつらい年月が続いた。十六の年の冬のことである。吉弥という姉芸儀にひどく叱られて、ふらふらと外へ出たまま自効寺へ行った。何のつもりもなかったのだが、行動の見えるところまで来たとき、はっと昔のことを思い出した。あの、 世物を待つ間に見た白いサザンカのことを。八重は裏へ回っていった。すると、そこの日陰の沈んだ光の中に、サザンカが白く雪のように咲いていった。八重は大きく育ったその木のそばに近寄り、 溢れてくる涙をふきながら別れた友をでも見るようにじっとその花びらに眺めいった「私はかわいそうな子お前はかわいそうな花」幼い日でたらめに口にのぼった言葉がそのまま舌の上に返ってきた。 涙はあとからあとからあふれてくるが胸は不思議に静まり慰められるような気持ちになったその時から八重はその花を写すために度々時光寺を訪れたのであるおととしの冬だった。 朝もまだごく早い時刻に八重は時効寺の行道裏であのサザンカの前にかがんでいた紬島のくすんだ着物に黒い帯紙は解いて背へ垂れているしもちろんおしろいもべにもつけてはいない行道の石垣の上にやたてすずりと水を入れた貝を置き 紙と筆を持ってかがんだまま花を見ている地の上には霜が白く空気は厳しくいてて澄み通り深い杉の森に囲まれた境内には小鳥の声も聞こえない八重は心を放って静かに眺め続ける。 やがて気持ちが落ち着き頭が冴えてすがすがしい一種の好期に似たものが胸に満ちてくるその時初めて八重は筆を取るすらすらと自在に筆の動くこともあるが大抵は渋滞しがちで思う半分も形が取れないでしまうしかしそれはそれで悪くなかった八重は絵を描こうとするのではない 花の気品を探るのが目的であった形は取れなくともその花の持っている気品がいくらかでもつかめていると思える時は満足であったその朝は珍しく筆の滑りがよくて五枚ばかり続けざまに移した咲き切ったのとつぼみを添えた半開の枝とを そのうちに、どういうきっかけであったか、ふと、後ろに人の気配を感じて振り返ると、そこに、一人の若侍が立って、こちらを見ていた。際立った人品で、りんと張った眉と、小さな口が目を引いた。幼顔でいて、自然に備わる意があった。失礼しました。 若侍はこう会釈をした。あまり珍しい書きをなさるので、お邪魔になるのを忘れて、つい拝見していたんです。失礼ですが、誰について学んでいらっしゃるんですかいえ、ほんの我流でございますの。八重は恥ずかしさに全身が赤くなるかと思え、慌てて書いたものを丸めながら立ち上がった。 若侍もちょっと戸惑いをした様子だった。彼は持っている扇で無意味に袴をはたいた。四五日前に江戸から来たばかりで、ここのサザンカが見事というから見に来たんです。あなたはいつも来るんですかい,いえ、時たまでございますわ。そこでまた、 話が途切れた八重は何か継ぎ方をせったが何か言えば日頃の生活が出そうでどうにも口が利けなかった若侍は会釈をしてすぐにそこを立ち去った八重はその姿が三門の彼方へ隠れてしまうまで見送っていた いいようもなく懐かしい後ろ姿であり心に残る声であった八重は自分の髪形を振り返ってそのように地味作りにしてきたことをせめてもの救いに思ったどんな家の娘と思いなすったかしら 早朝の寺の境内で一人サザンカを写している娘。何も知らないあの人がそれをどんなふうに想像するだろうかと、八重は飽きずに考え続けるのであった。それから五六度も自行寺へ行ったが、その年はそれっきり会わず、忘れるともなく忘れていたのであるが、 去年の11月初め、いつもの通り行動裏でサザンカを映していると思いがけなくその人に声をかけられた。また会いましたね。こう言って彼は近寄ってきた。そして、またサザンカですか。 全く思いがけなかったのと去年の印象がいっぺんによみがえってきた心の童謡とで八重はちょっと膝のすくむような感動を受けたその人は振り返って山の方を見ながらこうたくさんあるとサダンカもうるさいですねそんなことを独り言のように言った こちらからは何も話しかけることができず、あっけなく別れてしまったが、その人の面影は八重の心に染みついて離れなくなった。花の終わるまで、ほとんど毎日のように自行寺へ行ってみたが、その年も二度と会うことはできなかった。 そして今年になってもう20日ほど前からたびたび寺へ花を移しに行っているのであるがまだその人の姿を一度も見なかったのである。もう花は間もなく終わってしまうのにどうなすったのだろう。八重は落ち着かない日を送った。 今度会えば何かが開けそうであった。何がどう開けてゆくかはわからないが、漠然とした新しい運命が感じられた。サザンカもこうたくさんあるとうるさいとおっしゃった。それでもういらっしゃらないのかもしれない。半ば諦めかかっていたとき。 まるで考えもしなかった場所で、その人に会ったのである。その人にだけは会いたくない場所で、その人にだけは見られたくない姿で。雨の日が続いた。そのまま雪になるように思えた。八重は、 病みつかれた人のように雨の音を聞いてはため息ばかりついていた。あの方は自分に気がついたろうか。自分だということが分かったとしたらどんなふうに思いなすったかしら。 つむぎ島の着物に束ねた髪の夏屋の娘としか見えない姿でサザンカを映していた姿にはお心を惹かぬまでも好意は持ってくだすったに違いない。それが料亭の抱え芸妓で客に三味線を踏みおられるような惨めな姿をご覧になって。 同じ人間だということをお知りになったらどうお考えなさるだろう。でも、お気が付かずにいたかもしれない。あまりに姿が変わっていたし、お声もかけてくださらず、そんな様子も見えなかったから。そうも思ってみた。しかし、どう思ってみたところで心は落ち着かず、 絶えず物に怯えているような気持ちで日を送った。結城新一郎はあの日から七日目の酔いに一人で桃井へ来た。名出しで呼ばれたがその人とは思いもよらず座敷へ行ってみてはっと息の止まるほど驚いた。新一郎は 影のない目で微笑した。うとからず親しすぎず、しかも温かな包むような微笑であった。今日は届け物があってきたんだ。彼はこう言いながら、そばに置いてある霧の箱をこっちへ押してよこした。開けてみてごらん。 八重は挨拶の言葉にも苦しみながらすり寄って箱の紐を解いた中にはその頃まだ珍しい継ぎ竿の三味線が入っていた出してみろというのでその通り出して竿を継いでみた下の素晴らしく高価な品らしい。八重が膝へ据えるのを眺めながら 死一郎は静かなさりげない調子で言った。私の亡くなった母が使ったものなんだ。私に教えてそれをくれるつもりだったらしいんだ。ごとの好きな人でね、鼓だの笛だの、いろいろやったらしい。三味線が一番ものになったようだって父は言っていたが、 私はまた点でいけないんだ。引いてみて気に入ったら使ってくれ。もったいのございますわ。こんなお立派なお道具を私などがお預かり申してもそれこそ宝の持ち腐れでございます。新一郎の目にあるかなきかの陰影が現れて消えた。 ほんの一瞬にかすめ去る影だったが、八重はハッとして目を伏せた。すみません。ちょうだいいたします。酒を少し飲もうか。彼はもう機嫌のいい舞をしていた。それが、井村の踏み寄った三味線の代わりだということは疑う余地はない。 彼は何も言わなかったが、八重にはすぐわかった。あの世、イムラの投げ出した金を拾い集めて返し、廊下へ連れ出してくれたとき、それだけでも、白い目で見ている奉妹たちの前だけに嬉しかったが、彼の方ではもう借りを持ってくるつもりだったのに違いない。思いつきでない親切が感じられて、 やえは柔らかく抱かれるような心のぬくもりに包まれた。し一郎はそれから三日起き五日起きくらいに来た。やや親しく口を聞くようになったのは四五回目からで、名前はその時初めて知った。彼は酒が強くて、 かなり飲んでも色にも出ないし崩すこともないただいかにもくつろいだように2時間ほど飲んで話して帰ってゆくのであったかなり遠慮が取れてからもう年の暮れに近い頃であったがとうとうサザンカの話が出た初めから 字自自であった女だということをご存知でございましたの井村が乱暴した時分かった顔色が変わって根が据わったよすぐにサザンカの娘だなと気がついたそうでなくってもその横顔は隠せないお下げすみなさいましたでしょう 誰が、何を、こう言った時彼の目にまた一瞬あの影がさした八重はドキリとし慌てて目を伏せたが身がすくむように思ったあの三味線を引いてみないか彼はすぐ穏やかにこう言った救われた思いで三味線を取りに行き少し離れて座った 大うの何菓子とかいう名のある職人の策だそうで怖いように冴えた音が出る到底八重などに引きこなせるものではなかったもうこれで勘にしてくださいわしこれ以上は息が切れてしまいますわ聞いている方でも神経に応えるよこう言って彼は微笑した 母の引くのはたびたび聞いたけれども、こんなことはなかったがね。それは、お母様がお上手でいらしたからですわ。このくらいのものになりますと、相当の腕がなければ帰って。では、少し稽古をしよう。慎一郎は静かな目でこう言った。 雪に埋もれて年が明けた。二月に入る頃には二人の親しさもずっと深くなり、それにつれて芳芽の獅子も強くなっていた。八重は二十一という年になって、姉芸儀の多くはそれぞれが落ち着くように落ち着いた。残ったものはほんの二三で、 一お姉さんということになってはいたが日常の習慣の違いや座敷での客の応対などから今でも白い目で見られることに変わりはなかった。結城様って五条大家老のお跡取りでいらっしゃるんですってねこんなことをあてつけがましくよく言われた。 8500石の奥様には及びもないけれどせめてお部屋様くらいにはなりたいわねえ。そう思ってせいぜい手札を使うがいいのさ。よっぽどうまくいってやりもちか土方人足の神さんになるのがオチだろう。人間にはブンブンというものがあるからね。八重は黙って聞き流している。 自分に当てつけていることは明らかだ。その頃には、新一郎の父の大学が上大画廊で、八千五百国という大臣であり、彼がその一人息子だということも知っていた。はじめにそれがわかっていたら、八重も身を引いたであろう。しかし、二人の間には、もうそんな片付けた気持ちの入る隙はなかった。 八重は真一郎の目をかすめる一瞬の影を知っていた。不必要に卑下するとき必ず現れる不快そうなあの陰影は彼女に何かを約束してくれるように信じられた。この気持ちを信じていればいい。その他のことには目も耳も貸すな。こう自分を励ましていた。 お前、漢学をやるんだってあるよ、新一郎はからかうように言った。いつか井村が言っていたが、本当かね嘘でございますわ。七番町の裏に松室春樹とおっしゃる歌のお嬢様がいらっしゃいますの。 あるお客様のご紹介で5年ほど前から手ほどきをしていただきに上がっているんですけれど伊勢物語のお講義を伺っていた時うちの購買の者のが間違えて感覚だなんて申したんでございますわまだ続けていっているのか癖になってしまったんですわねきっと行かない日は何ですか忘れ物でもしたようで シャミより、性に合っているらしいな。そんなことはございません。こう言ってからすぐに赤くなった。あら、でも、あのおシャミが弾けるような方は、それこそ何千人に一人というくらいでございましょう。どうしたって、私などには無理でございますわ。大阪に母の師匠の兼業がいるが、 奈良沖があるなら来てもらってやるよ。どういうつもりでそんなことを言うのかと八重は男の顔色を伺ったが新一郎は万全と微笑しているだけであった雪解けの季節までそんな調子で会い続けた後で考えるとそれが 二人にとって一番楽しい時期だった。過去も未来もなく、会っている現在だけに全てを忘れる。会っているだけで十分に幸せだった。もう、三味線を弾けというようなこともなく、歌を歌うわけでもない。酒を飲んで、取り留めのない話をして別れる。 それ以上のことは何もなかった時には向かい合ったままぼいやりと黙って過ごすようなこともあるがそれでさえそれなりに心楽しい時間だったのである暖かい雨が降り出しみるみる雪が溶け始めると誘われるように客が多くなり 桃井の広い座敷もよもとにぎやかなさんざめきが続いたそんな一夜井村を交えたあの五人連れが飲みに来た初めから様子がおかしいと思っていたが杯が回り出すとすぐ一人が八重に向かって新一郎のことを言い出しただいぶ噂が高いが 相変わらず勇気の若旦那はやってくるかね今夜あたりも来てるんじゃないのか?」。別の一人がそう口を入れると井村が癒しめるように冷笑していった。彼は江戸でも相当だらしなく遊んでつまらない色町の花なんだとできたりしたもんで。 予定より三年も早く追い返されたんだそうだが、一度染みついた癖は治らないもんだ。今度はどこへ追っ払われるかさ。心配はいらない。八重寺がついてる。竹の柱に蚊帳の屋根と行くか。とげのある言葉が続いた。 みんな体身の息子たちで、これまでそんな風な口を聞いたことがない。何か理由がありそうに思えた。真一郎と彼らの間に、八重などに関わりのない何かの事情が起こったように。それから三日ほど間を置いて、真一郎が来た。別に酔ったところも見えず、 いつもの通りくつろいで楽しそうに飲んでいたがそのうちにふとさりげない調子で微笑しながらこっちを見た少し足が遠のくかもしれないよ何かございましたのいや大したことじゃないちょっと訳があってにらまれてるんだ そう長いことじゃないから少し辛抱しよう。さりげない言い方がかえって八重には強く響いた。そして、はい、と答えながら、暗い不吉な予感のために胸が震えた。訳があって睨まれているという。 果たして、何かあったのだ。しかし、何があったのだろう。まるで違う世界のことで、八重などにはどう推察しようもなかったが、それだけ不安も大きかった。大したことではないと言ったけれど、もしもあの方の身に間違いでもあったら、 こう思うと、いても立ってもいられないような気持ちに借り立てられた。中一日おいて、暖かく晴れた日の午後、川岸の西原という料亭からは灰に予備状が来た。この土地では、よその抱え芸妓を呼ぶということは稀である。ことに西原といううちは、 あまり縁がなかったけれど、何やら誘われるような気がして出かけていった。そこは、町の西のはずれで、川に面して広く庭を取り、周りに椎や杉や松などの深い木立がある。八重が入ってゆくと女中が出てきて、そのままこちらへ、と、 庭たいに案内してくれた川の方へ寄ってやぶ囲いをした別棟の離れが立っている茶室めいた作りで入り口に苔のついたつくばいなどがあり満開の梅が濡れ縁の先まで枝を伸ばしている。 その梅の脇に新一郎が立っているのを見て、や重は思わず、ああっと声を上げた。彼は微笑しながらうなずいて、先に濡れ縁から座敷へ上がった。名を言わないんで、来るかどうかと思っていたんだ。驚いたかねびっくりいたしましたわ。 まさかあなたとは思いもよりませんでしたもの。あんなことを言ったおとといの今日だからね。支度のできている禅の前へ座ると、新一郎はこれまでに見たことのない目でじっと八重の顔を見守った。抑えかねた感情のあふれるような目である。 それは、まっすぐにそのまま、八重の心へ食い入ってきた。新一郎は、黙って手を差し出した。同時に八重はそれを両手で握り、膝をすり寄せた。カッと頭へ血が昇り、一瞬何も見えなくなった感じで。気がつくと、肩を抱きしめられていた。体中が恥ずかしいほど、わなわな震えた。 サザンカを描いているのを見たときから、彼は囁ささくように言った。あのときから、八重の姿が忘れられなくなっていた。おとといあんなことを言って、しばらくは会うまいと決心してから、初めてそれが分かったんだよ。八重は、むせびあげた。 喜びというよりむしろ悲しく切ないような思いだった。彼は抱いている手を少し緩め涙で濡れた八重の顔を仰向かせた。これ以上何も言わなくてもわかるな八重。簡単にはいかない。 いろいろ障害があるだろう。もうしばらく辛抱するんだ。いいか、私を信じているんだよ。こう言って、そっと手を離しながら彼は明るく微笑した。さあ、涙を拭いておいで。今日はゆっくりしていられないんだ。楽しく飲んで別れよう。 八重は夢の中にいるような気持ちだった。陶酔と言ってもよいだろう。初めて自工寺で見た時から男のそう言った言葉がいつまでも耳に残りそれが例えようのない幸福感で彼女を押し包んだ。 その日は半時ほどして別れたが翌日また西原から呼ばれそれからは3日おきくらいに会い続けたこんなことを申し上げるとまたお叱りを受けるかもしれませんけれど私だんだん怖いような気持ちになってきますわだってあんまり 幸せが大きすぎますから。自分のものに気後れをしてはいけない。幸せはこれからじゃないか。それが信じられなくなってゆくようなんですの。あなたのお心もよくわかっていて、この他に生きる希望はないのですけれど。何ですか 誰かの幸せを盗んでいるような気持ちで。人間は幸福にも不幸にもすぐなれるものさ。今にもっと幸福を望むようになるよ。そんな問答が時々出た。八重は誇張して言っているのではなかった。 新一郎が将来の約束をしてくれてから、日の経つにつれて不思議な不安が湧いてきた。目の前に開けている運命がどうしても自分のもののように思えない。彼が愛を誓えば誓うほど、それだけずつ自分が遠くなってゆくような気持ちさえする。 いつかは染める夢だ。そんなささやき声まで聞こえるように思うのであったもうたくさんだその話はよそう何度目かに新一郎は語気を強くしてこう言った「悪いことばかり考えていると本当に悪い運がやってくる。 私を信じることができるならその他のことは何にも思う必要はないじゃないかそれは愚痴というものだごめんあさばせ。もう決して申しませんわ八重は真一郎の手を求めその手に頬を寄せながら甘えるように見上げた。 彼は手を与えたまま庭の方を見ていた八重はその時彼の目の中にも自分と同じ不安の影が動くのをありあり見たと思った春の遅いこの土地では 梅の散るより早く桃や桜が咲き始める。西源の離れの濡れ縁に立つと、川の中に伸びている二つのかなり大きな巣が、林になっている松の木越しに見える。つい昨日まで、しらちゃけた枯れ足で覆われていたのに、猫柳がいつか柔らかい緑の葉をつけ、 足の目立ちが青みを見せ始めてきた私の母は普通とは違う神経があったようだなある日の暮れ方その離れの縁花に座って川並みを眺めながら慎一郎がそんなふうに話し出したそれまでにも 彼はよく親たちの話をした。ことに、亡くなった母のことはずいぶん詳しく、時には同じことを二度も繰り返すほど楽しそうに話す。はじめは家庭の様子を知らせてくれるためだと思っていたが、聞いているうちにその人の人柄がありありと目に浮かぶようになり、 こちらからか話をせがむようにさえなっている。例えば雨が降るとか地震が揺れるとかいう時は大抵ご拍子ばかり先にわかるんだ「ああ雨ですね」と言う「冗談じゃない今見たら星が出ていたよ」父がこんなように笑うと間もなくパラパラと聞こえてくるんだ。 ごご自慢でございますね。開けっぱなしで自慢するんだね子供のように嬉しそうなんだ空ごらんなさい降ってきたでしょうって <laughs> 地震の時はもっと確実だったさっと顔色が変わるこうやって素早く天井を見上げてああ地震だとつぶやく居合わせたものがハッとしたように息を呑むと 5つ感情しないうちにきっと揺れてきたね。そう言われてもわからないくらい小さな地震でも必ず母にはわかるんだ。芸事にご堪能でいらっしゃったのですから神経がそれだけ細かかったんですわ。もっとおかしいのはこの頃の陽気になると思い出すんだが蛇が。 穴から抜けるのがわかるというんだ。誰も信用しなかったが、大真面目でね。何かしているのをやめて、ふとどこか遠くの物音でも聞くような目つきをする。それから、こういう具合にその目をつむって、ああ、日々が。そこまで言いかけたとき、突然さっと彼の姿勢が変わった。 動作にはほとんど現れないが、何か異常なことが起こったという感じは、やはりに、ね、すぐ響いた。慎一郎は手招きをしながら立ち、座敷についた戸棚を開けて、この中に入れと、く早ばに行った。俺をつけ回している連中だ。ちょっと想像しくなるかもしれないが、決して出ちゃいけない。いいか。ヤグの積んである一軍へ 八重は身を縮めて入ったが体がひどく震えた。慎一郎は八重の履物を片付けたらしい。その素早い動作に続いて濡れ縁の先へ四五人の近寄る足音が聞こえた。いやあ、せっかくしけ込みの邪魔をしたようだな。こう言ったのは井村の声であった。 昼寝をしに来ていたんだ。お揃いでどうしたんだね美人は早くも雲隠れか。やはり井村のせしら笑う声だった。相談があってきたんだ。構わないからみんな上がろう。堅苦しい話はごめんこうむるぜ。なあに、堅苦しかない。例の問題から。 手を引いいいてもらえばいいのさ。来月は殿様がご帰国なさるこっちはそれまでに型をつける必要があるんだ前にも言ったがその話なら俺のところへ持ってきたってしようがない俺はまだ部屋住みだよご政治向きのことにはまるで縁がないんだから勇気さん それは本気で言うんですか聞いたことのない若い声である。少ししゃがれて殺気立っているのがよくわかった。ご帰国と同時にあなたが城代画廊の席に治り、ご改革とやらいう無謀な政治を始めるということは我々にはよくわかっているんです。あなたは江戸で勉強して来られたか知れないが、 生半可の基条論で長い伝統を叩き壊すようなことはしてもらいたくありません繰り返して言うが、私は何も知らない。新一郎は穏やかに静止した。私にそんな力があると思うのは誤解だ。誤解閣があるとすれば、老子一党の協議であって、その是非は、 殿様がご採決をなさるだけだ。底本たちはこしらえられた風評に騙されている。そこから問答は激しくなり、八重には理解のできない言葉の応酬が続いた。慎一郎はできるだけ冷静にしようと努めるらしいが、相手は反対に熱狂的で。 ことに、しゃがれ声の一人は、次第に暴言を吐き出したかと思うと、急にだっと畳を踏みながら、絶叫した。家工場はたくさんだ議論では拉が浮かぬ。外へ出ようただっと、そう立ちになったようだ。八重は思わず手を握りしめた。喉へ何か硬いものが突き上げるようで、息が詰まり、しゃがんでいる膝が激しく驚のいた。 嫌だね。そんなことはまっぴらだ。新一郎の声は含み笑いをしているように静かだった。卑怯者、刀が恐ろしいか人間の馬鹿の方がずっと怖い。井村、お前の友達なんだろう。連れてってくれ。彼は真剣なんだよ。 井村のあざけるような声がした。立ち会ってやる方が早いじゃないか。新一郎はちょっと黙った。井村の態度を見極めたらしい。そうか。と言うと、静かに立ち上がる気配がした。そうか。そのつもりで来たのか井村 何のつもりもないさ。俺はただの立ち会い人だ。よかろう。それで責任が逃れられたら結構だ。くどいことは嫌いだから一言だけ言っておくが、俺が結城新一郎だということ、そろそろ辛抱を切らしたということを忘れるな。言い捨てて。 庭へ降りたらしいさっきに見した足音と声が遠くなりしゃがれた叫びが聞こえたと思うと突然ぱったり物音が絶えたぞっとするような緊迫した沈黙の中に空の高みでせばりの鳴くのが聞こえた「慎一郎様あなた」八重はガクガクと震えながら 暗がりの中で皮脂と合唱した。相手は少なくとも四、五人いるらしい。あの方は斬られる。これで何もかもおしまいになるのだ。絶望が胸を引き裂き、出て行こうとして襖に手をかけた。その瞬間に鋭い絶叫が起こり、人の倒れる響きと濡れええ刀の落ちる激しい音がした。 待て待てと、わめきながら二三人の人の駆けつけてきたのはその時であった。人の倒れる不気味な響きを聞いて、八重はほとんど失神しかかっていたが、駆けつける人の足音と、ずぬけて高いわめき声にハッと目の覚めるような気持ちで耳を澄ました。二人か、せいぜい三人くらいであろう。 走り続けてきたものと見え、あえぎあえぎ叱咤するのが聞こえた。短慮なとか、愚か者とか、侍の本分などという激しいご調が、やつきばやに響いてきた。後で考えると、それが、桑島義兵だったのである。中老職として命ずる。 りんりんと響く声でその人は言った。沙汰のあるまで双方とも居宅禁止んだ。威廃する者はきっと申しつけるぞ。引き取れそして、誰かが座敷へ上がってきた。新一郎であった。 何か取にに来たたようう、ったものだろう戸棚のそばへ寄って低い声でこうささやいた「しばらく会えないかもしれない。心配しないで待っておいで。悪かったね」<laughs> と八重は泣きそうになった。小無でようございました。 去ってゆく彼の足音を聞きながら、彼女は全身でこう呼びかけていた。あなたこそ、八重のことなどをご心配なさいますな。本当に、ご無事でようございました。私、大丈夫でございます。 恐れていたことが現実になって現れたのはそれからわずかに7日後のことであった。桃家来る武家の客たちから西原でのいかいの始末が聞けるかと思ったが表沙汰にならなかったものかそんなような話は耐えて出ない。ただ老職の間に対抗勢力があって。 上代画廊は巨衆に苦しんでいるだろうというようなことを聞いた。あの日からちょうど七日目の午後、髪結いが終わると間もなく客があり、名出しで八重が呼ばれた。客は一人で六十近い超えた老人であった。はげるたちなのだろう。 半ば白くなった髪が薄く、まぶたの膨れた目に鋭い光のある赤い大きな顔をした重々しい滑覆の人だった。魚には手をつけず、黙って酒を二本ばかり飲んだが、そのうちにぐいとこっちを睨むように見た。 八重寺と言うんだな。ふん。結城新一郎を知っておるか八重はギクッとして目を伏せた。わしは、桑島義兵と言って、新一郎の外おじにあたるものだ。隠さずに、すっかり言え。彼と、 何か約束したことでもあるか西しのいさかいのときけつけてきてわめいたあの声であった八重はそれを思い出したがどう返事をしていいのかわからなかった言えなければ言わずともよいお前が彼と行く末の約束をしたことは知った。 ているだがそれはならんそんなバカなことが許される道理はないそれはお前もよく承知しているだろういいえ存じてはおりません八重は静かに顔を上げた 何知らぬ <laughs> 知らぬと言えば、里が住むとでも思うのか住むか住まぬかは、あの方がご承知だと存じます。私はただ、慎一郎様をお信じ申しているだけでございますから。すっかり丸め込んだというわけだな。 それは、どういう意味でございますか問答はいらん。老人は吐き出すように言った。話は早い方がいい。金はいくら欲しいんだ八重の顔は額から青くなった。こういう境界にいれば、 客に癒しめられる例も少なくはない。中には女たちを恥ずかすめるのが楽しくてくるような人間もある。大抵そこが知れているので、それほど苦痛にも思わず、受け流すことに慣れていたが、その時は激しく怒りがこみ上げてきた。どうにも抑えようがなく、 膝の上で手が震えた。失礼ではございますが、あなた様はお嬢様をお持ちでいらっしゃいますかわしに娘があったらどうするのだお嬢様がおわりになって、その方が今私のように、 人から、恥ずかしめ、癒しめられたとしたら、あなた様は、どう思いなさるでしょうかせっかくだが、わしの娘は、芸儀にはならぬ。それが、わたくしの罪でございましょうか八重は、ほとんど叫ぶように言った。わたくしは、 五つの年から小敷のようなことをいたしました。よそのお葬式へ行って投げ銭を拾い、銭をもらうために、泣きむずかる妹をおぶって、雪の凍る吹きさらしに、半時も一時も立っていたことがございます。母は、女の身で、土工のようなことをしたり、 料理屋の下働きや走り遣いや時にはもっとひどい稼ぎまでしたようです。それでも食いかれて人様の家のお台所に立ちわずかな銭を泣いて借り回ったこともたびたびございました。こんなことも皆。 私の罪でございましょうかみ上げ込み上げする怒りと悲しさに耐えきれなくなりここまで言いかけて八重は泣き出してしまった。たもとで表を覆いむせび上げていると自工寺の境内の寒い日陰がありありと目に見えた。 背中ではまだ血の見子の妹がぐずっているでも足も凍えていた五つか六つの自分も泣きそうな顔で背もつの始まるのを辛抱強く待っている我ながら哀れなよろべない惨めな姿。 それが今痛いほど鮮やかに目に浮かぶのであった私がこんな育ちようをせず八重は涙を押し拭いながら続けたあなた様のようなお家に生まれ親御様たちに大切にされて 何不自由なく読み書きを習い、こと花の芸を身につけていましたら、決して、癒しいとも、汚らわしいとも、お考えはなさいますまい。小敷 <laughs> のように、貧しく育ったことで、芸儀などをしてきたことで、 ただそれだけでこのように癒しめ辱められなければならないものでしょうか突き上げてくるおえつで言葉が切れ八重はまた歯を食いしばって泣き伏した義兵というその客は まもなく立ち上がった。こんこんと咳をし、冷ややかな突き放すような調子で、わしは帰る、と言った。近いうちに来るから、それまでに思案を決めておけ。お前は気の毒な育ちようをしたかもしれぬが、 しんいちろうにそのせきにんをおわせるりゆうはないはずだもしおまえがほんとうにかれをあいしているならじぶんからすすんでもみをひくはずだと思うそこをよくかんがえてみるがよいそして 客は去っていった八重は数日まるで病人のようになった食事もほとんど手をつけず一日中寝たまま人さえいなければ泣いて過ごした頭がどうかなってしまったように まとまった考えは少しも浮かばず断片的な思い出や階層を取り留めもなく追っている小さな弟と妹を左右の手に抱えて暮れかかる冬の街角に立って母の帰りを待ったこと料亭の栗屋口へ行って 残った飯や魚をもらったこと食べるものが何もなくって母がもらってきたそば湯をすすり4人で身を寄せ合って寝た夜のこと桃井へ来てから肌の合わない羽毛儀たちに地悪く追いつかわれたこと。 これが自分の運命なのだろうか。ここから抜け出すことはできないのだろうか。桑島義兵が二度目に来た時、八重はげっそりと痩せ、泣き貼らした赤い目をしていた。そしていきなり、あの方に会わせてくださいまし。 と言って泣き出した義兵は冷酷な目つきで黙って泣くだけ泣かせておいた八重はすっかり取り乱し身も代をして訴えがいしたどんな条件でもいいから二人を引き離さないでもらいたい必要なら二年でも三年でも会わずにいよう この地に出悪ければ自分はよそい移ってもよいまた結城家の制裁にならなくとも一生囲いものでもいいただあの方から自分を裂かないでもらいたいあの方なしにはもう生きることができないのである義兵は かたくなに黙っていたそして八重が愛想の力も尽きて耐え入るように泣き伏してから極めて非情な突き放した調子で口を切ったお前はこんな暮らしをしている女に似ず読み書きにも明るく わがくまだ稽古をしたそうだ。絵も描くというから少しはものの理りもわきまえていると思ったのに言うことを聞いてみるとどんな愚痴な女にも劣ったことしか考えられないのだな。人間には誰しも自分の好みの生き方がある。 誰それと結婚したい。庭の広い家に住みたい。金の苦労をしたくない。美しい衣装が欲しい。優雅に暮らしたい。だが、大多数のものは、その一つをも自分のものにすることができずに終わってしまう。それが自然なんだ。なぜなら、 全ての人間が自分好みに生きるとしたら、世の中は一日として成り立ってはゆかないだろう。人間は一人で生きているのではない。多くの者がより集まって、互いに支え合い、助け合っているのだ。お前は着物を着。 帯をしめているがそれは自分で折ったのではなかろう。畳に座っているがその畳も自分で作ったものではない。家は大工が建て壁はさ官が塗った。釈ゃの作った米漁師の取った魚を食べている。 紙も筆も箸も茶碗もすべて他人の労力によるものだ。お前にとってはにも知らぬこれらの他人がこのようにお前の生活を支えている。わかるか義兵はちょっと口をつぐんだ。八重は まだおえつが止まらなかったが老人の言葉には明らかに心を惹かれたらしく耳を傾けて聞き入る様子だったこうして多くの人に支えられていきながら他人の迷惑や不幸にかまわず自分だけの幸せを願うものがあるとしたら お前は一体どう思うか新一郎は長代家老になる人間だ。藩では近く政治の誤改革がある。それをめぐって新旧勢力の激しいいかいがすでに始まっている。彼は 中心の責任者として当然その矢面に立たなくてはならない。ご改革に反対する一派は彼を拝して別の人物を据えようとしている。新一郎の身にどんな些細な傷があっても彼らは逃さず矛を向けてくるに違いない。 新一郎の倒されることは、そのままご改革が挫折することだ。お前との仲は、もうかなり評判になっている。これ以上会えば、もう取り返しはつかない。この事情をよく考えてくれ。 八重はいつか座り直していたまだ時々せき上げてくるが取り乱した気持ちは静まったようだ「今度のご改革は大きな事業だ」「5年かかるか10年かかるかわからない」「とのもご一代の仕事だと仰せられ」 特に新一郎を中心の責任者に選ばれたのだ。彼の一心は無傷でなくてはならない。後ろ指を刺されるようなことは断じて避けなければならない。お前がもし新一郎を愛しているなら彼をしっかりと 客させるような危険はさせないはずだ。八重は義兵の言うことを聞き終わると静かに会釈をして立っていった。顔を洗い化粧を直しに行ったのであろう。戻ってきたときは唇に ペンの色が鮮やかだったよくわかりましたわがままを申し上げて恥ずかしゅうございました私おっしゃるとおりにいたしますそうなくてはならぬそれで わしも舌を叩いたかいがあった。義兵はやや顔色を和らげながら「お前の今後のことはわしがどのようにも力になろう。金のことも身の振り方についても望みがあったら遠慮なく申し出てくれ。 ありがとうございます。その時はまたよろしくお頼み申します。八重は唇に微笑さえ浮かべながらこう言って静かな落ち着いた目で義兵を見上げた。 その夜八重は老けてから書きためてあるサザンカの白びょうを取り出してみた。十八の年から三年の間に数えてみると百三十枚ほどあった。初めから絵にするつもりはなかったので縁も巧みもない稚拙な線描であるがそれだけに 帰って、その時その時の印象がはっきり残っている。ああ、これはあの朝だった。これはあの時だった。これを書いている時に粉雪が舞い出したので、急いで書き上げて帰ったものだ。こんな風にして見てゆくうち、次のような歌を書き入れてあるのが出てきた。 さむしろに衣今宵、ころもかたしき、こよいもや、こいしきひとに、あわでわがねん。やいは思わず目をつむった。しんいちろうから二度めに声をかけられた年のものだ。もう一度会えるかとひそかに待ったが、ついに会えなかった嘆きを、いぜものがたりから抜いた歌に託して、 書き入れたのである固くつむった目から涙があふれてて白病のサダンカの上へはらはらと落ちたかわいそうな子かわいそうな花いっそあのまま。 二度と会わない方がよかったのに八重の性質は人の驚くほど変わっていった義兵の言葉を聞いて新しく目が開けたというふうだこじきのような生い立ちにも 芸儀だということにも、格別もう口づくやひげの感情は起こらない。奉舞たちともよく折り合うようになった。お前さんたちとは違うというこれまでの気ぐらいが取れたせいかもしれない。みんな、八重地さん、姉、ね、さんと打ち解けてきた。こんなによい人たちだったのだろうか。 八重はこう思ってびっくりすることがたびたびあった。一畳の畳でさえ誰かの汗と丹精で作られたものだ。一本の柱も一枚の瓦も人が生きていくために必要などんな小さなものも誰かの汗と丹精によらないものはない。八重は今それを。 身に染みて理解する。そして自分がいかに多くの人に支えられて生きてきたかこれからもいかに多くの人の労力と誠意に支えられて生きてゆくかを思い自分が決して孤独でもなければ締め出された人間でもないということを感じるのだった。 その年の秋口に、越梅という大きな絹物問屋の隠居から、八重を幼女に欲しいという話があった。隠居は漱石という背名で知られ、桃井では古い客でもあり、八重も以前からひいにされていた。よほど気象を見込んだのであろう。幼女にしてしかるべき向こうを選び、 ゆくゆくは、絹物店を出してやろうということだった。八重は、桑島義兵に相談をした。義兵はもちろん異議なしで。絹物店を出す、出さぬは別として、今のような家業から抜けるだけでもよかろう。こう言ってから、ふと、 八重の目をじっと見た「これでわしも本当に安どした。よく思い切ってくれたなあ。八重は黙って素直に微笑していた。 話はすぐにまとまった。十月に入ると間もなく、八重は桃井を引き、笠町というところにある漱石の住まいへ引き取られた。そこは城下町の東工にあたり、付近には武家の下屋敷や大きな商人の寮が多く、松葉が丘へはほんの一またぎで行ける。 その家は野庭造りで、くぬぎ林や竹囲いの中に五軒ほどの母屋と別棟の茶室とがある。くぬぎ林の中には川から引いた細い流れがあって、澄み通った秋の水の上へ、くぬぎの落ち葉がしきりに散っていた。歌人は漱石夫妻のほかに、 下,男下女が5人いたもよという妻女は大層を超えた明るいにぎやかな人で初めから「八重さん八重さん」とうるさいほど親身に世話を焼いてくれた落ち着いた静かな生活が始まったことを稽古するがいいということで 盲人の師匠が3日に一度ずつ教えに来るまた歌の道をもう少し続けたいと頼んだら外出はしない方がよかろうと松室春樹にもこちらへ来てもらうようにしてくれたこれではまるで大家のお嬢様のようでございますわ越埋めといえば 今日大坂から江戸まで知られた大家ですよ。もよ女は大きな胸を反らせながら言った。幼女といえば娘なんですから、大家のお嬢様に違いないでしょう。でも、あたしのように吠えることはありません。八重は、 「それれも素直に受け入れた。その年は自効自営は行かなかった。ついひとまたぎのところではあるが、もし新一郎が木でもして彼と会ったらこの気持ちが崩れるかもしれない。そうなっては桑島へギレが立たぬと思ったからである。 地へは床の代わり茶室の横に若木のサザンカが一本あるのでその花を写した。まだ花は多くはつかないがやはり雪のように白くしかも花びらが見事に大きい。今度は時間にいとまがあるので終わるまで五十枚ほど写し その中のの中最も気に入ったのへ、やはり伊勢物語から抜いて次のような歌を書き入れた「住みわびて今は限りと山里に身を隠すべき宿を求めん」一番終わりの一輪を移している時だった。 真っ白に霜の降りた早朝凍える手を息で温めながらほとんど我を忘れて書いていると後ろへそっと近づいてくる人の足音がした漱石かそれとも妻女かと思っていたがいつまでも声がしないので振り返ったそして 振り返るなり、はーっと叫び、持った筆を取り落として棒立ちになった。結城慎一郎であった。慎一郎がそこに立っていた。寒さに頬を赤くし、幼顔の残っている柔和な表情で包むように微笑しながらこっちを見ていた。 八重は、くらくらと目いに襲われ、装備の力が抜けるようによろめいた。あ、危ない。新一郎は駆け寄って両手で八重の肩を抱いた。驚いたんだね。勘認してくれ。すまなかった。話して、どうぞ、話して。いけません。いや、話さない。いけなくはない。 何も心配することはないんだよ。八重、私の顔をご覧。これはみんな私と漱石とで相談したことなんだよ。八重は失神したような目で、半ば呆然と新一郎を見上げた。彼は、 その目を鹿と捉え、明るく微笑を送りながら頷いた。そうなんだ。漱石が幼女に引き取ったのは、俺と相談の上だ。この次は、殿村右京という大寄り合いの家へ幼女に行く。いいか殿村から、 中老、柏原頼母の養女になる。その次は、結城一郎の妻になるんだ。桑島のおじは一人で肝をいってる。苦労症でごく昇進な、そして人のいい単純なおじきだ。しかし、 世の中はそう息苦しいものじゃない。そんな些細なことにビクビクして、ご改革などという大きな事業はできるわけはないんだ。八重、目を上げて、よく私の顔をご覧。肩を抱いた片手で、彼は八重の顎を支え、 優しく仰向かせて、目と目を合わせた。今、お前の見ている人間は、この国の上代家老、結城慎一郎だ。そして、私はお前に言ったろう。信じておいで。私を信じておいで。 あなた八重は、もろ手を彼の首に投げかけ、頬へ頬をすり寄せ、全身を震わせて泣き出した。あなた <laughs>